その目つきは、まさにカリウド。狩られる側から狩る側へ。覚悟なきジョブチェンジは、すべてのプレイヤーへの冒徳に他なりません。一度戦場に立ってしまえば、安倍晋三だろうが、木村拓也だろうが、等しくええさ。戦場の植えた狼が、ここ、エイペックスレジェンズに降り立ちました。さあ、まずはキャラクター選択であります。戦火の良し悪しを分ける最も重要なポイント。何よりもバランスが大事だ。一人目は、単眼ロボット。ひらがなしか書けないチームのマスコット的立場であります。二人目は、 カラスおばさんカラスへの餌やりは途上霊で禁止されているそして3人目小北の小柄なポイントガード宮城亮太であります今回のステージは茨城県北西部奥に見える巨大な生物が観光名所ともなっている関東の面汚しであります プレイヤーは60名。3人1チームですので、合計20チームによるバトルロワイヤル。自分たち以外の57名をすべて借り尽くせば、見事チャンピオンであります。いざテイクオフ。着地点に狙いを定めた。この広大なステージで57名を探すというのは、それだけで気が遠くなる話でありますが、昨今の社会情勢を考えれば仕方がないか。3密だけは何とか避けなければなりません。さあ気づけば、味方もソーシャルディスタンス。分裂していく。協調性はゴミ箱にでも捨ててきたか。 エンジンの緑の輝きが勝利ののろしとなるのか前方にエントリープラグを確認したこの選手は縦の高さこそありませんが横のスピードがあるとりあえず拾えるものは全部拾う小学生のゴミ拾いボランティアの究極体かどさくさに紛れて大人の雑誌を見つけた時の高揚感戦場で煽るビールと同じくらいの背徳感があります 味方の位置を確認。右も左も分からない素人。まだ足玉なの方が役に立つかもしれない。しかしここは戦場。泣き言は言ってられない。己の評価を上げるためには、己の努力次第。とりあえず、前方の味方についていくという判断か。構えたロング棒が血に飢えているのが画面越しでも伝わってくる。 そろそろ小腹が空いてきたか。ここいらで、プレイヤーのキルを魚に、おやつと決め込みたいところ。敵の死骸を椅子にしていただくシャンペーンは、まさに犯罪的だ。正直武器はどれが強いのかわかりません。でも結局すべて鉄砲でしょ。お母さんよくわからない。そんな声が聞こえてきそうだ。 さあ背後を取られたこれは致命的かなんとか応戦していくしかしこちらは袋のネズミ一見不利でありますがネズミといえどあの22世紀の最高傑作青だぬきを食い散らかすこともあります当然といえば当然か委託しないでほしい初めてなんだから優しくしてくれそんな願望も虚しく無念の高速のリタイアであります 男には2種類の戦いがあります。負けられない戦いと、今日のおかず選び、一切の妥協と油断を許さない、究極の思考ゲーム、脳から火が出るほどの情熱と判断力が物を言う、新時代の FPS、それがエイペックスレジェンズ。負けてばかりでは当然終われません。一死報いる、いや、二死も三死も報いる覚悟で戦場に臨みます。ここまでの戦闘で多くのことを学んできました。何よりも大事なのはチームワーク、他者を思いやる気持ちであります。 隊長が焼きそばパンを買ってこいと言ったら買いに行く救援を干したら無償の愛を注ぐ戦場のマザー・テレサになれかの有名プロ選手も言っておりましたさあ初動で一番大事なのはアイテムの確保リーブ21と白のエアリズムこの2つでしょうなんとかいいところに着地できたか敵の姿は現段階では確認できませんが油断はできません常に縁を張り巡らせる必要がありますさあまずは青のエアリズム感謝の政権好きも飛び出た 1>, 1ダメージの差が勝敗を分かすと言っても過言ではありませんこのゲーム敵を倒すことが全てではない相手の視線をかいくぐり自分の視線をかき消すダメージを与えることもキルすることも不要とにかく生き残ることそれが重要でありますまさにデジタルサバンナ着々とアイテムが揃っていくここで感謝の一発も飛び出たまさに重機のドライブスルーだお持ち帰り自由のフリーマーケットこれは大きなアドバンテージを得たか そろそろ仲間と合流すべきなのかもしれませんが若干の不安が汗となって額を濡らしていく出口がわからないここはどこだ心の迷宮に囚われたか本当の僕はどこにいるのか闇のゲームの開幕であります世界一遅い取捨選択この左下のヘアブラシ一体何に使うのか身だしなみを整えろというゲームからのメッセージかなんという余計なお世話だ 鉄砲弾薬とともに、いい感じになってきた。まだまだ初心者、どういった武器が強いのか、初速は、弾速は、飛距離は、エロさは、もろもろやらなきゃいけないことがありますが、今は知ることが、何よりの武器。フラットライン、通称、キサラギ千早をぶら下げて、いざ荘園と血の舞台へ。このあたりは、まだ敵の気配を感じません。アイテムが充実している時こそ、油断はできない。ロックマンのいい感がたくさん落ちていますが、シールドの使い方がよくわかんないので、今は保留。 ここまでの道中でチームワークにも磨きがかかっている。3未一体、1たす1たす1は3にも4にもなれるというところをお見せしたい。傾く日差しが終戦の刻印を示しているのか、残った部隊は13。まだまだ敵が潜んでいてもおかしくない数字。 マップを確認。縁に入らなければ勝利することは難しいでしょう。しかし当然この縁に入ろうとする、餌に食いつこうとする恋を狙っている釣り人が多いのも事実。攻める側より守る側が強い。しかし今回は準備も相当にできている。一部隊まとめて道連れにすることだって可能でしょう。チームメイトには申し訳ないが、日本のヤマト魂を見せつけてほしい。親方、空からミサイルが、これにはバズーもお口がアングリ、ラピタのいかズチか。 今の空爆で少なくとも何人かはあぶり出せたか浮き足立っているところに何とかチャンスを見出したいさあいよいよ戦場が近づいてきました今のところ敵の姿はありませんがバチバチと他プレイヤーの気配を感じている岩の陰から家政婦は見たこの先で弾丸が飛び交っている銃弾と血のテーマパークマスコットキャラは包帯を巻かれた黒ネズミか どうやって近づいていくのかここで焦ってはすべてが台無し敵に見つからないよう虫柱ゴキブネの呼吸で一歩一歩着実に進んでいく何やら見つけたぞまさかの敵いい右ストレートお見舞いだ完全に有利ポジションからまさかの右ストレートもうこの時点で思考が解け脳みその CPU は100%敵を撃つそれしか考えられません絶対に逃がさないもう死んでもいいだが今のやつだけは地獄に連れていく 何が起こっているのかさっぱり分かりませんしかしダウンは取っているここからは俺のターンこれがエイペックスレジェンズの時間だこれはもう完全に実質チャンピオンと言っても過言ではないでしょう次回に続きます